タッタラタッタラタッタッタラタッタッタッタラタッタッタラタッタラタッ。まあ昨日ですか、頼人さんの、まあ、動画でその三の物語が、まあ、暴行罪ですか、なんとか罪、まあどうでもいいんですけど、なんとか罪、そして40万円の借金と住所動画が暴露っていう動画が上がったと思うんですけど、まあこの件につきまして、あの三の物語を見てくださってる視聴者さんにはとてもこうなんていうんですかね、こう誤解を招いてしまったというか、その不安にさせてしまったと思います。まあ普段こういうことしないし、本当にその応援してくれてる人に対して誤解を解きたいなと、こういう言い合いもしたくないし、誤解を解きたいっていう気持ちだけなんですけど、まずまあタコタコホイホイ君からお金は借りてます。だからそのお金を借りるっていうのも、そのなんかあたかも恐喝したかのように言ってるんですけど、俺は恐喝したつもりはないので、まあ、お金もまあ正直40万、まあ確かに2万とかそういう、そうですね、2万円とかそういう額は借りてます。でもそれは絶対結果出したら恩返しするっていう約束のもとこっちは借りてますし、っていうふうに俺は思ってたんですよ。ただその暴行事件って言い方になったのは、そのやっぱりそういうのって先に手出した方が悪いと思うんですよ。だから先に手出してきたんで、手出してきたっていうか、そのこっちはちゃんと返すっていう制約のもとやってるし、やっぱりその登録者とか年齢とか、僕は友達という関係に年齢とか数字とかはその関係ないと思ってて、まあもうその貸し借りですか、その貸し借りが成立した時点でもう貸し借りは貸し借りだと思うんですよ。で僕は返す意思あるんですよ。でそれをこうなんか暴力事件っていう悪い言い方にしてもらうっていうのはすごく嫌だし、ちょっと買っときましたよ、そりゃ。おい、事件だろ、事件だろ、みたいに言ったときは。だから手は出しましたね。手は出したんですけど、その、入院ですか？入院とかは、知らないし、聞いてないんで。僕もそういうのを、ま、彼の性格が優しいからかもしれないんですけど、それをその場で言わず、こう、後々動画にして暴力事件、はたまたこの住所公開と。でも、第三者じゃないですか、頼人さんって。第三者に、こう頼って、第三者をこう、なんで第三者に頼るんだと。本当に、しかも住所公開ってもう、また、もう、正当なさ、50-50じゃないじゃん。もう、住所公開ってこっちだけ不利な状態でさ、こっちの言い分も言えないままさ、ただただその、俺の視聴者を悲しませてしまったってことに関しても、俺はすごく申し訳ないっていう思いもあるし、平等に俺話をしたい。そこに関しては。平等は一番いいと思うし、そんなもう暴力事件って言ったら暴力事件じゃん。俺それなんもないし、それ以外。暴力事件って言ったらもう暴力事件じゃん。で、なんで俺だけこんな目に遭わなきゃいけないのっていう。手出したかもしんないよ。でも貸し借りの契約は契約だし、そもそもそんな小さいことでさ、人の家の住所を晒すってどうなのって思うんだよね。本当に。でも警察沙汰にしたいならすればいいと思いますよ。俺は聞いてないですから。そういうその、なんていうんですか、入院とか。まあ、全部暴力事件って言ったもん勝ちじゃないですか、そうなったら。だから僕は今回の件に関して、皆様を不快にしたっていう、思いはあるんですけど、皆さんも不快にして申し訳ないっていう思いと、その、今回の暴力事件っていう件に関しては、もう、はっきり事件ではないと否定したいと思います。で、第三者はこの住所を晒しすっていう行為についても、僕は納得いかないので。まあでも、
そうですね。でも本当に僕の動画を毎日楽しみにしてくれてる12万人の方がいらっしゃるので、本当に、そうですね、こういうことになってしまったのは申し訳ないと思います。すいません。楽しい動画を上げれると思いましたら、楽しい動画の方、上げていきたいと思います。以上、佐野室井でした。これからも応援よろしくお願いします。失礼します。